今日最後のニュースに行きたいと思います。キッシンジャーです。1日11人しか乗らない鉄道を残せ。岸田のアホが、いとこの宮沢税調会長に命じた広島ばらまきと増税地獄の加速ということで、本当にこいつ、公私混同、甚だしい男なんですね。1日11人しか乗らないですね。その鉄道を何としても残せ。自分の選挙区だから。自分のね、選挙区だから、こうやってたった1日11人しかね、使わないような、その路線も残すという形なんですね。で、その一方で国民には増税を押し付ける。消費税からですね、年金保険料、国民健康保険料、介護保険料、全部上がります。もう国民、今でさえ生きていけない人たちが出てるのに、これ以上増やされたらもう絶対に無理なんですね。だってあんた、手取りの平均値が300万ですよ、今。300万で、あんた200万をね、こう、公が持ってってる状態なんですね。200万円を公が持ってってるのに、残り100万で生活してる中で、さらにそこから値上げ分を持っていこうとしてるわけですね。でも国民は選挙の時も自民党に1票なんですね。